皆さんね、ご存知だと思いますけど、昨年、一直さんについて、弟さんですが、責任者ということで、いろいろこれ作ってる皆さんしかあると思うんですけど、作ってくれたらね、昨年ですね、一曲ぐらい、もう一曲を組み立てる。
で君だけに愛をするということでやっていきますね。三丁目のさっき出られた、まあ、僕の家族なんですけども、に手伝っていただいて、おい、OK ですか？ OK？ はいはい、はい、行きます。ハモリ OK ですか？ OK。
最後で何回だろう失敗してたんですか。失礼しました。はい、頑張ります。あ、そしたらみんな、最後ね、これ飛び入りですよね。あ、大丈夫ね。はい。そしたら、次の曲、勝手に仕上がれと行きます。途中でね、っていうところで、3丁目お願いしますね。見えてないけど。いけてる？いきますね。じゃあ勝手に仕上がれ。音出してください。音出してください。ここは
すいません。はい、コバさんです。どうぞ拍手お願いします。2曲でします。2曲でします。急にすいません、京都から来ましたコバです。よろしくお願いします。じゃあ中島みゆきの時代今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てても、二度と笑顔にはなれそうもないけど、そんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ。あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ。だから
どうもありがとうございました。あの飛び入り参加で、ね、小林さん、小林さんです。もう一回拍手お願いします。またあの LINE でも入ってね、毎月やってますんで、来ていただいたら勝利つくになりますけどね。モニターって変わらない。ちょっと順番にしましょう。次は両さん、ね、お願いします。君
希望の町という歌を歌います。ちょっと歌が長くて楽譜がなんか巻物みたいな感じですけど、love him.
サザンの代表曲で涙のキスという歌を歌います。はい。
ありがとうございました。どうも、よろしくお願いします。
回落ちていくやつ同じことを2回やって3回目まで落とすなっていうところですけども、約束通りに歌いますけども、聞いていいなと思うところがありましたら拍手どこでも結構です。入れてもらいましたらこちらでギターの手を込めて、いやここは拍手をするところじゃないと言いますので、次のところで一度拍手してみてください。そうじゃないそうじゃないよ、拍手。まずは歌い出しがパッと終わってからバババババババという拍手をお願いしていきます。どうぞ。そしたらお聞きください。タカジンであんたからいきます。男の人の歌ですけど、男の人が歌った歌ですね。
女の人だった友達が好きになって、子供のままでいられる子供心を持った男に惚れた女の話ですか。子供心を持った男、私でこっちマイク入ってる？マイクもうちょっとやって。はい、喋ってみて。はい、ありました。はい、我々はすごく一生懸命しながら子供のように言いましたら、子供心を持った男というよりは子供のままの男。かわいいよ。かわいい。ここにもいっぱいいてるような、それで困ってる奥さんもいっぱいいてるような。ああ、タマさんの声な。と思うけども、はい、そんな男がどこへ行ったかということを考えながら、はい、何歌いますか。約束通り雨の御堂筋で、大矢をピーピーで行きますよ、よろしいでしょうか。ギターを弾き始めて2年になります。2年の私がちょっと偉そうに、セーハーがかっこよくて、セーハーの方でスライドするのが、それにちょっと挑戦してみようと思って、雨の御堂筋です。お、足くん誰今見た。短いやつの足組んだ。まあ、な。いつもやったらここで笑いがもらえんだけどな。皆さんちょっと硬くなってるから。歌を聞かせるというよりも、漫談漫談です。いや、じゃないですよ。私の漫談5枚いきます。雨の御堂筋、ボーヤフィーフィー。Oh,
子供のような私がいざどこへ行ったかということは考えながらずっと歌を歌うんですけども、雨の御堂筋、御堂筋って言いましたね。大体が北から南へあるものを御堂筋で、南から北へあるものを知らんよ四つ橋。それ一方通行だった。いやいや、四つ橋通行。それで遊びながら行くのが抹茶橋筋っていうところやねんけども、ちょっとハウリングするのちょっと頑張ってな。出なかったらまた一からするよ私は。ハウリングがハーッと。そこは皆様のマイクは正面で。はい、マイク正面で。これできる。なんでマイクを正面で。マイクこちらやってる。ああ、はい、わかりました。ギター見てるから下に。はい、はい、そう言われましたらそのような気がしますということに収めやんと、奥さんの着てるマットさんに怒られそうになりますので一生懸命いきます。大阪で生まれた女、これが私のことプレッシャーだと。御堂筋を探しても行けなかったというところで、それがどこへ行ったか。東京へはようついていかん、いかんねやったら来るなって言いたいけども、大阪で生まれた女。大阪から逃げていくのも分かるような気がしますけども気を取り直して今新大阪やからな、行くで。Thank you.
れた
Thank you.
Thank you.
Thank you.
「
今回はクリスマスライブというタイトルなんですが、あまりクリスマスにちなんだ歌は両歌はもんで、ご了承ください、はい、続きまして、3曲目はさだまさしさんの、さだまさしさんの、主人公という曲です。この曲は、私ももう50を超えまして、人生の半分は過ぎてしまったというところであります。この主人公という曲はですね、皆さんそれぞれの人生の中では自分が主人公だというような内容の曲になっていますので、ね、いい歌だなと思って、今回挑戦します。はい、それではいきます。すいません、もう一回いきます。ちょっとね、おかしいな。はい、すいません、もう一度いきます。申し訳ありません。精一杯生きる。
歌っていただいて、なんか迫力があったと思います。ありがとうございます。はい、次はコキリコ、前ご存知は思いますけど、前も2人歌ったんですけど、まあ、年齢を重ねたんで、コキリコを歌ってみました。
はい、次はですね、非常にポピュラーになりました70年代の曲ですけど、サイモンとなるのは、卒業のテーマ、サウンドオブサイレンスを非常にも調査をしています。
日。Thank you.
子供みたいThank you.
編曲したハーモニーとね、すごい聴き取った素晴らしいバンドです、ね。この後、まあ、トイレじゃないですけどね、あの担任さんのちょっと遠方から来られてるカヨさんが、歌いますんで、よろしくお願いいたします。
ありがとうの歌っていう歌をやります。これは佐久間純平さんっていう方が還暦を迎えた時に、なんか周りの方に感謝の気持ちを込めてっていうことで作られた歌で聴いています。私も還暦を過ぎてこの曲を聴くとすごく共感できるっていうところもありますので、ちょっとうまくいくかどうか分かりませんが、頑張って歌わせてください。
みんなにありがとう。みんなにありがとう。ありがとうございました。皆さんにありがとうございました。ありがとうございました。いい目をいたしまして。やっぱりあの高槻の声は違う。北摂の方行ったらね、声が上品になる。